ングの神様って本当にいるんですね。勝利の女神に選ばれしロコ・ソラーレ。ふとなぜか4年前に北見に凱旋した時のあの選手のスピーチを思い出しました。その選手とはサードの吉田知那美選手。その時彼女が放ったある言葉に多くの人がハートを打ち抜かれたに違いありません。その胸を打ったある言葉とは一体。ロコ・ソラーレの活躍とともにいろんな流行語が生まれましたね。そだねー、にっこにっこにー、そんな愉快なキーワードが巷で評判でした。4年前のピョンチャン五輪の時も弾ける笑顔と時には泣きじゃくる姿で男心をわしづかみにしたロコ・ソラーレのサードの吉田知那美選手。故郷の北海道北見市常呂町に凱旋した時の彼女の凱旋スピーチがやばいくらい感動すると、その流行語以上に世間では評判になりました。どんなスピーチだったかというと、私は7歳の時からカーリングを始めました。正直この街何もないよね、この街にいても絶対夢は叶わないって思ってました。だけど今はここにいなかったら叶わなかったなって思ってます。子供たちもたくさんいろんな夢があると思うけど、場所とか関係なくて大切な仲間がいたり家族がいたり、どうしても叶えたい夢があるとか、この街でも叶えられると思います。これからもよろしくお願いします。正直この街何もないよねと言って大声で笑った時は、一瞬会場がフリーズしそうになってヒヤヒヤしてしまいましたが、その直後の彼女の目に涙が溜まってるのに気づいて思わずもらい泣きしそうになりました。なぜ吉田知那美選手は凱旋スピーチでそんなことを言ったのか調べてみると、そう言わせたのは他でもない彼女の紆余曲折の壮絶なカーリング人生がそう言わせたと言われています。今でこそルコにとって欠くことのできない頼れるサードの吉田知那美選手。もともと中学生の頃から天才スキッパーとしてこの世界では有名な存在でした。何せ大人相手の日本選手権で強豪チーム青森を撃破したくらいで、当然将来を嘱望されて社会人になっても強豪の北海道銀行チームで活躍し、2014年のソチ五輪では5位入賞したにもかかわらず、帰国前の選手村でまさかの戦力外通告を受け昇進の帰国をしたのだと言います。波乱万丈という言葉以外に思いつきません。しかしそうなった理由は、当時はパワー要線のカーリングが主流で、テクニック派の吉田知那美選手はチームカラーに合わなかったためだと言われています。その当時は天才スキッパーだったとか元オリンピアンだということすらおぼつかないほど自分を見失っていたそうです。そんな時にふるさとの北見で吉田知那美選手を誘ったのが、ふるさとで LS 北見を一から立ち上げた本橋真理選手だったのです。そしてもう一人、ロコ・ソラーレの不動のスキッパーを務める藤沢さつき選手もまた吉田知那美選手以上に高校時代から天才と呼ばれて、全所属の中部電力で日本選手権を4連覇しながらもソチ五輪の切符を逃し、吉田知那美選手と同じように今後の方向性を見失ってしまっていた時に、憧れの本橋麻里選手の一言で心を動かされ、心機一転ロコ・ソラーレに参加しています。今思えば本橋選手によって自分の原点に帰ることができた2人、それぞれが輝かしいカーリング人生の中でいろんな挫折を経験してふるさとに帰ってきたからこそ巡り合ったわけですから、人生どうなるかわからないものです。それぞれ順調にいっていればまた違った未来になっていたはずです。ところで北京五輪で重要なキーポイントだったのが一次予選でのスイス戦の敗北でした。実は
4年前のピョンチャン五輪でも全く同じで、予選最終戦でスイスに敗れて、他のチームの結果待ちになったのですが、2回ともスウェーデンが勝ったことで、準決勝に進出することができたという、何か不思議な巡り合わせを感じます。ピョンチャンの準決勝進出の決定の際に、実は吉田知那美選手はこう言っていたのです。本当に不甲斐なくて、どんな時でも私がしっかりしてれば、もう少し決まっていればいい展開になる。私が決まればどうにかなるといつも思って、氷に乗っていた。もう少しできるかなと思うし。と、プレイヤーの中ではただ一人の、五輪経験者の自分の不甲斐なさに大号泣しています。ですが、今回の北京五輪でのスイス戦の後の吉田知那美選手は、次の試合は、もう、すべて全部捨てて、もう前向きな気持ちで、このチームで戦えるだけで幸せなので、そういう気持ちで氷に上がりたいなって思います。と、切り替えるんだということを明言しています。要するに、4年前とは全く違う気持ちで、準決勝に臨んでいるのです。そして、またも準決勝の相手は、スイス。しかし、インタビューで言っていましたが、まさかの準決勝進出条件を勘違いしていたロコ。もう終わったと思ってた。そこへ突然やってきた。今世紀最大のビッグサプライズ。神様からのご褒美。そう言い放ったロコ・ソラーレ。そして臨んだ準決勝では、なんと予選1位のスイスに数字以上の完勝を収めたのです。吉田知那美選手。あのスピーチの時と同じことを、再び、胸に刻んだのではないでしょうか。潰れそうになった時、夢を見失いかけた時、家族や故郷の友人やチームメイト、たくさんの温かい援助のおかげで、夢を再び思い出して、また走り出せたことが、走馬灯のように頭の中を、駆け巡ったのではないでしょうか。何もないことはなかったのです。そこには、たくさんの愛情があったのですから。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は、ソデネイの明るいイメージが強いですが、一度挫折を味わって成長したロコたちは、一味も、二味も違うなと思ってしまいました。カーリングは人生そのものなのだとか、山あり谷ありだけど、最後まで諦めなかったものに、女神が微笑むのだと、ロコ・ソラーレの皆さん、これからもまだまだ旅は続きます。日本中があなたたちの頑張りに感動をもらいました。ありがとうロコ・ソラーレ。それではまた次回お会いしましょう。